トリオ、1982年のエドイチャベレは、1976年から始まり、1980年代初頭に、商業的成功の絶頂期を迎えた、ドイツ語で歌われた、パンクロックや、ニューウェーブを指すドイツ語の表現。DAF ・ファルコとウルセラモン、1986年、NDW は、特定の音楽スタイルによるものではなく、非常に多様なものだった。 NDW とされたアーティストたちが他のアーティストたちから区別された特徴には様々なものがあった。しかし何よりドイツ語の歌詞と比較的短い楽曲、荒削りなところとクールさが特徴的であった。校舎の特徴は、例えばシュプリフのようなバンドがドイツ語で歌うポップミュージックであれば何でも NDW とするような風潮から距離を置く理由となった。また、 公演における演出などが最小限に抑えられていたことも様式の一部となっていた。アーティストたちの多くは当時の短期間だけ活動していたか成功していたが一部は2000年代にカムバックを果たした。ノイエベレという言葉は1977年ファンジン第 80ER ーレで、ヨーゼフボイス文化のユルゲンクラマーの記事で使われていた例がある。 ノイエドイチェビレという言葉の書出は、ベルリンのレーベル、デアゼンサーの、ブルクハート・ザイラーが、1979年8月に、ハンブルクの音楽雑誌、サウンズに出した産業広告で、DAF のデビューアルバムのカテゴリーとして、ノイエドイチェビレが使われた。2ヶ月後、音楽ジャーナリストで、後に、レーベル経営者となったアルフレート・ヒルズベルクが、 サウンズに寄せた3回連載記事の題名を、ノイエドイチベレハイ色の都市の壁からとした。ありがとうございます。